生徒たちはなぜ夜の学校に通うのか。戦時中からやからね、来てないので勉強しなくてもいいやと過去には思っとったんですけど、いざ社会に出てみたら困ることがいっぱいあるんで。時間を巻き戻すことはできませんが、勉強を、青春をもう一度やり直したいという生徒たちの熱い思い。誰一人取り残さないようにと先生たちも必死です。この春開校した夜間中学に密着しました。徳島県立白鷺中学校、今年4月、徳島で初めての夜間中学として徳島市に開校しました。年代や国籍は様々ですが、学びたいと思う強い気持ちは同じです。入学の条件は義務教育を終えた年齢の人で、学び直しを希望する人、国籍は問いません。15歳から88歳までの34人が入学しました。中学校あまり行けてなかったっていうのがあるんで、この中学校の勉強が一からできるっていうのがとても嬉しいです。とにかく勉強しようと思いました。これからがとっても楽しみです。はい、さまざまなニーズというか、いろいろ背景を抱えた人たちが入ってきます。一人一人のことをしっかり聞きながら、その人の思いに応えれるような授業であったり、学校にすることが目標ですね。地獄の第1号です。加藤隆さん、83歳。2年ほど前に転んで腰の骨を折ってから杖が手放せなくなりました。加藤隆です。とりあえず認知にならんことと僕にならんことだけが一番の最大で、こちらを選ばせてもので入りました。夫婦で暮らしていた加藤さんですが、4年前に妻が認知症を患い施設に入りました。娘が2人いますが、世話にならないよう健康に気を使っています。案外年寄ってからな、徳島ちょいどいかやったけど、勉強って面白いだよ。勉強というか物を知るってこと。そうですか。若い時に知った書物でな、覚えたんだな、今と全然違う。高校卒業後、営業マンとして働いてきた加藤さん、夜間中学で学び直していろんな資格にも挑戦したいと思っています。これは人生変わるんだろうなとは思ってる。この楽しみだけはもっと。家は学校と同じ徳島市ですが、近くはありません。最寄りのバス停まで歩いて30分。学校までは2時間かかります。やる気に燃えているのは生徒だけではありません。授業無知数すぎて、しかも 4つのコースを考えなあかんすからね。小学校の教科書欲しいんですよ。いや、それ小学校の教科書な。先生たちのスローガンは、誰一人置いてきぼりにしないこと。小学校で習う内容も取り入れたオリジナルの教材を準備しています。
今やってるのも中学校の1年生3年生の教科書と小学校の教科書を並べてどういうふうに変わっていったかっていうのを大切な時間やと思うんで、1年間何日こう学校に来るかっていうことを考えたら1時間も無駄にできないような気もしてきて、午後5時45分からホームルームが始まり、学校が終わるのは午後8時55分。授業は4次元目までです。花びらと言います。小学生だったら花びらと教えて。この日の理科の授業は植物の分類について。実物も用意しました。花びらが5枚、1枚じゃないでしょうか、ね、くっついてますよね。こんなふうに合わさっているものを合弁化と言います。これも1枚と思う、ね、好きです、こういう話聞くの。楽しいですもん、引き込まれます。白鷺中学校には外国籍の人のための日本語の授業もあります。学力の違いや言葉の壁でつまずかないよう、先生たちは担当教科に関わらず常に総動員で臨みます。漢字難しいですね。楽しいです。楽しかったですね。加藤さんは最終バスの都合で4次元目には出られません。加藤さん、本格的に授業始まりましたね。始まりました。面白いですよ。あ、楽しい。もうちょっと早めにこれ帰るんが辛いんやけどね。もうしょうないもんな、バスの時間があるから。もっと学んでたいですか。そうやね、まあ、先生が熱心のもやっぱり年長者のあれがあるというんで、うん、教え方をね、よく研究されてるんじゃないかと思うな。また2時間かけて家路に着きます。でここに自分の夢や目標を書いてください。絵描いてくれたもん。ホームルームの時間、お互いのことを知るために夢を書いて発表し合います。日本語上手にやりたいです。はい、私の夢は防災士の資格を取得して被災地にボランティア活動に行く、資格10個取得する、親孝行する、大型トラックの免許を取る、徳島マラソンに出て完走するです。数多くの夢を語った19歳の峰裕樹さん。明るい好青年ですが、過去に壮絶な経験をしていました。小学4年の頃の峰さん、学校に通えていたのはこの時まででした。いじめがあって、それからまあ人と関わるのがまあ苦手で、学校は本当になんか苦痛でしかなかった。物心がついた頃に両親は離婚、母と暮らしていました。しかし母は病気がちで、中学2年の時突然この世を去りました。突然ですね、朝起きたらもう死んでたというか亡くなっとったんで、なんか昨日の夜というか亡くなる前日の夜とかまで普通に話したりしたんで、まあ、まして隣で僕一緒に寝とって亡くなったんで、まあ、隣で寝よってそんな急に亡くなることあるんやなと思って。施設に入る予定だった峰さんですが、救いの手が差し伸べられました。里親の田中京子さんです。特別支援学校なら長年不登校だった峰さんでも無理なく通えるのではないかと思い、毎日送り迎えをしたそうです。
暗い時の写真です。中学校の時、ここの時ここやね、あれ高2ぐらいからだいぶ明るいになって、まあ、随分変わりますね。これが多分高2なんで、まあ、人生のビフォーアフターですけど。なぜこう慣れたんですか、皆さん。言ったらまずは学校に行き出したことかなと思いますね。お母さんの方が気長に連れて行ってくれたんで人生を救ってくれたというか、まあ、人生を変えてくれたっていうのもありますね。でそういう存在です。ミネさんはナットなどを製造する会社に就職することができました。総務部に所属し、草木の手入れや清掃が仕事です。近くから見ただけでは汚れっていうのは分からないので、一回遠くから見て全体的にきれいかどうかを。自立した社会人ですが、だからこそ義務教育を学び直したいと峰さんは言います。ここの会社はそのスローガンとかで漢字をよく使ったりするんですけど、その時に変わってきたりしたら漢字もちょっとわからない感じがあったりして、頭に知識がないまま社会に多分出てるんで、やっぱりそのない知識をなんかその学校に行って、まあ、埋めたいなとは思っていますね。仕事が終わるのは午後5時。着替えて大急ぎで学校へ向かいます。始業の10分前に到着しました。これから夜9時まで机にかじりついて勉強です。あ、お疲れ様でした。疲れは残ってますか？疲れは残ってます。疲れは出たかもしれませんけど、やっぱりそれでも楽しいんで、はい、まあ、いい疲れというか。そうですか。6月、生徒会が発足。コロナ禍ですが、心の距離は密にしたいと、生徒会主催でカルタ大会が行われました。おめでとうございます。白鷺中学校の初代生徒会長になったのは峰さん。立候補して満場一致で選ばれたそうです。まあ、これからもいろんな企画を開催して皆さんともっと交流していけたらなと思います。今日はありがとうございました。まあ、年割りなんですけど、まあ、中学生とかの時になんか戻った気持ちというか、また、ね、初心に帰ったとかいう感じで、いろんな年齢層の方やいろんな国の方っていうのがいる中で勉強できるっては本当に普通の中学校ではなかなかできないことなんで、まずはそうやって作ってくれたっていうのは感謝ですね。学べる幸せをかみしめながら授業に臨む生徒たち、それぞれの夢に向かって今日も歩みを進めます。